フランスの霊媒写真家、エドアール・ビュンエー。なお彼は、後の裁判で写真がトリックであることを認めた。1974年に、トロントで開催された、サイコキネシス・カンファレンス。1974トロント、サイコキネシス・コンファレンスの会場において、参加者たちが凝視する中、マシュー・マニングが曲げた鍵。念力とは、超能力の一つで、 意志の力だけで物体を動かす能力のこと。念動力、観念動力とも言う。また英語サイコキネシスの略称を使い PKPK と呼ぶこともある。サイコキネシスはサイコサイコキニーシスキネーシスという構成の語であり、英語で言えばマインドムーブメントにあたり、心による運動という意味の表現である。サイコキネシスと ほぼ同類に扱われることのある概念に、テレキネシステレキネシスがある。テレキネシスは、テレテレキネシスキネシスという構造の語で、英語に直訳すると、ディスタントムーブメントなどになり、離れて運動を起こす、という意味の表現である。ただ、サイコキネシスとテレキネシス、サイキックは、対象物の動かし方によって区別されることがある。また、念力という言葉は、 本来の意味を離れて物体を動かすという以外の何かを心のままに操作するという意味で使われることも多い。日本ではそれ以前は SF で知られた概念だったがユリゲラーが1974年に来日した時に特集番組のテレビカメラの前でスプーン曲げを行い全国に放送されたのでよく知られるようになった。